エンジョイパチンコライフ。ピーマン TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。本日は東京都板橋区大山にございます楽園大山店さんに来てます。ということで、今回で5回目の来店ということで、ね過去の成績がですね、4戦2勝2敗ということで、ね、今イーブンでございますんで、今日勝ってね、勝ち越していきたいんで、早速行ってみたいと思います。入店。入店やってきました、楽園大山店さん。それでは早速店内のデータを見に行きましょう。あ、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。失礼します。あれ、ジャグラーじゃなくて北斗の拳伝説の章、そしてその奥オス番長2。あら、配置変わったんだね。あら、まあ、どこ行ったジャグラー。あれ、こっちにも北斗あるよ。あれ、花々があって、こちらにですね、あの今一生懸命コーヒー作ってる方がいるんですけどね、2人とも美人ですよね。さっき気づいちゃいました僕ね。ぜひね、大山店来たらこちらでね、コーヒー飲んでいただきたいと思います。あ、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。さっきね、ちょっとね、エレベーターで一緒になったんだよね。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あった、ジャグラーコーナーあったよ。まあ、ジャグラーコーナーあった。お、すごい稼働だな。じゃあちょっと後にしようか。あ、スナイパーへ信頼のね、入っております。あ、やめた方いるよ。68回転124分の1、見けちゃったよ。これ以上はないと思うぞ。え、109分の1をやめる。このお店どういうお店。嘘。あー、どうもありがとうございます。あー、どうもありがとうございます。えいえい。あー、どうもありがとうございます。多いね。あ、どうもありがとうございます。頑張ります。109分の1やめちゃう人がいるんだね。まあ10分前だから、15分前だからね。まあやめてもおかしくない。あー、取られた。早いね、さすがだね。そりゃ打つわな。あ、あ、じゃあ僕が押すとレギュラーになりますよ。大丈夫ですか。はい、あ、ビッグだ。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ということで、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで、平手君が選んだ台は、北谷さんのジャグラーガールズということでね、最近ね、AT、ART 打ったんでね、久しぶりでございまーす。ということで、バシバシ光らしたいと思いまーす。お座り一発チャンス。いいよ、光って。光んないねー。この間ね、ツイッターで突っ込まれました。あの、ボタンが光ったらもう光らない。知ってるんですけど。いや、なんかね、間というか僕の。まあ、で、そこでツイッターで、いや知ってるんですよって、なんかこう書くのもね、なんか大人げないなと。まあ伊達に6年以上ジャグラー打ってませんよ。そうか、今日は何お話しようか。今ね、今日は何を話しようかって頭の中で何話しようかってここ考えたら光ってた。やりました、眩しいっす。あー、ビッグでお願いします。はい、よっしゃー、やった。あれ、ここどうだったっけ。楽園大山店、いい店だね、いい店だね。88ゲーム、気づかなかったです。今ね、ジェフリーに教えてもらって。ラスト、はい、やりました。それではベッカベカ行ってみたいと思います。1ゲームレンチャンチャンス。いいよ。あー、いかんない。はいはい。
残念。このジャグラーガールズのね、新しいこちら側に映っている方ですね。こちらがジャグリーで、こちらがまだ名前が決まってないと。でその名前のね、北谷さんが一般募集して、まあ、5月の31日で締め切ったわけなんですけど、まあ、それヘッティングね、応募したんですよ。でその名前をね、こういう名前を付けましたよってね、言おうかなと思ったんですけど、それを言うことによって、あーこれ閉店か、投稿したの結構いい感じなんだけど閉店じゃダメだなみたいなね、こう北谷さんにこう弾かれる可能性があるんで言いません発表が終わったらね、もうここにいる名前はもう閉店が付けた名前がきっとついてるはずだから、あ何の話しようか。もう1個話しちゃったからもう1個ぐらい。あーそうだ、この間ですね、まあ撮影でね、ちょっと遠方に行くときにですね、コンビニに寄ったんですよ。でその時メガネかけてなかったんですよ。で、ね、道中ちょっとね、高速乗って長いんでね、ちょっと単行本、漫画本をねコンビニで買って、レジで払ったんですよ。その時にその売り子さんがなんかちょっとクスッと笑ったんですよ。えっと思って、そしたらたまたまなんかちょっと俺の後ろを通ったお客さんとなんか仲良かったらしくて、じゃあねーって言ったから、あその人にクスなのかなと思って、俺じゃないと思ったんですよ。あ早くしろってはい、よっしゃーいやー眩しいもうちょい来い、あー負けなんだねまあまあまあ、クレジットナイレンちゃんです。ジャグレンラスト、よし学校リミックス聞くぞー。一回ブレンジャーチャンス、いいよ。残念、まだ分かんない、はい残念そうそう、それであっ後ろを通った人が知り合いで、こうなんかクスッと笑うというか笑顔だったのかなと思って、でその後、その地方を着いた時にちょっとツイッターを広げたんですよ。そしたら、さっき漫画本買ってませんでしたみたいなね書き込みがあったんですよ。ああなるほど、それで笑ってたんだなと思って。エロ本じゃないですよ、エロ本じゃないです、漫画本です。もうコンビニでエロ本買えねえなあ流れてた本当だ、時計過ぎはい、あー残念残念まあでもね、今日2回光ってるからこりゃ勝ったですよ。はいはい、それでは早速流してみたいと思います。えいえい、じゃらじゃら、何枚あるかな。ビッグレギュラー投資50枚、310枚、はい今回の結果310枚、やったぜ。はい、実践終了、実践終了、やったーということで、今回、こちら、楽園大山店さんで実践した機種は、北電子さんの、ジャグラーガールズを打ちまして、投資枚数が50枚の獲得枚数がなんと310枚ということで、プラス260枚です。やりましたいやーねー、ダダダってなったところ今ガガガッと来てるんでね、ガガガッとね行っちゃいたいと思いますということで、ね、まあでもねすごいね、120分の1のねジャグラーガールズがいて、うわマジかやめちゃうのかよと思ってね、その後も100ちょっとのね開いちゃうしね、すごいね、なんて店、うん、もうびっくりしちゃったけどまあでもね残り時間が少ないからね多分やめたんだと思うんですけど、まあそういう台がね
あるっていうことがね分かったと思うんで、ぜひねチャクラ大好きな方はこちら楽園大山店さんにね来ていただきたいと思います。ということで今回撮影に協力していただいたこちら楽園大山店さんの宣伝をちょっとだけ、まあね話題の寝台もうね見たあの配置替えね、北斗の転生のショーね、ドカーンって入ってるしね、違うところにもドカーンってあったしね、あとねなんかいろいろもう話題の寝台はちょっとじゃなくてねババッババッって入ってるからね、そのババッババッはね何であるかね PR とまたはメール会になってね情報をゲットしてこちら、楽園大山店さんに来ちゃってください。そしてですねまた、来月も今ね、5回目で、3勝2敗で6回目ねこれね3勝3敗にしないでね4勝2敗に終わらせたいんでね、次回も買っちゃいたいんでね、どんな風に撮影してるか興味のある方はぜひこちら楽園大山店さんに来ちゃってください。今回僕は勝ちました。次回も頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も